こんにちは、ピカチュウ永井です。今日は古文によく出てくる楽器笛について1分間でお話ししてみようと思います。よろしくお願いします。笛、管楽器全般を指す言葉なんですが、古文では横笛を指すことが多いです。このように横に持って吹く笛のことを指すことが多いです。種類は龍笛とか駒笛とか神楽笛といったものがあります。また楽器といえば琴も有名なんですが、こちらは弦楽器全般を指します。この笛と琴、この2つが平安時代を代表する楽器といえます。笛を扱った作品は多く、例えば成方と名笛、熱盛の最後、白雅の三味の笛、袴だれと安政、これらの中にはその人の才能の豊かさとか風雅さなどを示すために笛が使われています。風情を大事にした平安貴族には欠かせないアイテムがこの笛でした。以上、笛の説明でした。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して